成立国会が、残念ながら延長されているということでしたけれども、特にこの桜を見る会については、まだまだ多くの疑念や疑惑がありますので、今回はこの国会で総理にですね、直接皆さんに集中に出てきてご答弁いただいたかったんですけれども、この国会は得られませんでした。ただ我々はですね、国民の皆様に真相がしっかりと伝えられるために、閉会中もこの本部を続け、本部を開催いたします。今日の資料をですね、今最後に付けさせてもらいましたけれども、これも改めて繰り返し申し上げますけれども、これはですね、あくまでも、最大の本丸は、安倍総理、現職の総理自身のここに書いてありますような、法律違反の可能性が高いと。この点について我々は追及していくんだと。その前提としてですね、今日お見えいただいています役所の方々に、事実関係を整理させていただきたい。ですからこれは、役所の皆様を追及するということではなく、あくまでも総理のこの違法性を追及するということをですね、念頭において、これから年末年始というところも受け入れていただきたいと思います。それでは、原口和弘副部長の方、挨拶させていただきます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。昨日国会はですね、40日間私たち野党が、会期延長を求めるというのは極めて異例でありますけれども、首相に説明の場を与えるということ、それから災害対策予算、補正予算早く出してくれと言っているのかかわらず出さん、そして昨日結びの記者会見でですね、安倍首相は、中途な衆議院を解散するということを解散に言及しました。で、解散に言及するっていうことは、それは首相ですから宣言事項でいいのかもわからないけども、予算委員会も逃げ回っていて、国会から逃げ回っていて、そして参議院については参議院の予算委員長が予算委員会を開くとまで言いながら、それを数で逃げると、逃げながら解散という話は、絶対ないということを申し上げております。それから昨日の与野党の合意でですね、これ、内閣委員会で、質疑あるいは理事会で私たちがペーパーで出す質問項目、この桜を見る会についてその答えをすると、こういう約束でございました。政府にはですね、今日特にこの8番目ですね、内閣府から安倍事務所へニューオータニで行われた前夜祭の領収書、もうこういう証拠を出せば身の潔白が図れるわけでありまして、ここにいらっしゃる役所の方々をの労を煩わすこともない、また私たちは今経済がもう真っ逆さまに落ちている、他にもたくさん課題がございます。そういう中で一刻も早く決着をつけるべく、今日も真実に近づきたいと思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いします。結びになりますが、安倍政権続きません。続かなくなった時に開示をされた文書で、ああ、あの時こういう嘘があった、この時こういう嘘をしていた、この時こういう忖度をしていたということにならないように、ぜひお願いを申し上げて、冒頭のお礼に変えたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日この後ですね、12時から有楽町の糸島前で追及本部の閉会後キックオフ会見を行いますので、この会11時半でお知らせいただきます。なおですね、今日午後1時半から追及本部5点半が日本谷に直接参りまして、今移転しておることを先方にお聞きをさせていただきます。また今日午後4時からですね、4時に内閣委員長室におきまして、昨日取り決めがされました内閣官房への質問状というものを、内閣委員会の理事の方から、内閣府官房長に提出させていただきますので、マスコミの皆さんもそれで、お知らせください。それではですね、資料2ページ目にありますけれども、宿題項目が、この10項目たまっておりますので、1問目から内閣説明をお願いします。本日もよろしくお願いいたします。
まず一つ目、事務課長の出席ということでございます。その後ろの方、決裁を示す、行わずに内定を返せよというところにつきましては、その点につきましては、すみません、続き確認をさせていただいているというところでございます。ということでございますの私の方からそういう手玉ってまいりましたのですが、それだけのため、理事になったというのは、本日のところは私の方からということでお願いしたいというふうに思っております。この間ないって言いませんでした。規定の話だから、規定の話の確認なんかないんですよ。規定はどうあるかを、だからある文章を出せばそれで済むわけですね。根拠規定ということでございますのですが、ちょっとそこについて、まだ確認が取れていないというところになっております。そうすると確認もせずに内規を変えたということでよろしいですか。そうなります。まずその決裁、その保存環境につきましては、人事課におきまして、人事課長の責任を持って、改正をしたというところでございます。だから、ね、その人を出せないから、あなたが代わりにお答えになるとおっしゃったわけでしょ。だからあなたに聞いてるのは、根拠規定も知らずに内規を変えましたか。根拠規定といいますか、そこの規定についてですね、どういうふうな書き込みになっているのかということを今、そのだけの確認しているというところで、怪しいですよ。怪しいな。いや、怪しいですよね。普通は読めばわかるし、すぐ持ってこれるはずなんですよね。だから、すぐに確認しなきゃいけないっていうことないならないし。今、事務次官長何されてるんですか。じゃあ、そんな。いや、っていうか、もう来てもらってください。だって、あなたね、副総括文書管理者で、その下に文書管理者の事務次官長がいるけど、ここであなたの統括してたら答えられない。特に事務課長を言ってくださいよ。30分まで来る。すいません、今日のこの宿題といいますのは、その人事課長の出席をということと、それから内規の改正を行っているとする根拠付けということでございます。そこについては確認をしているというところでございます。改正した本人が人事課長というんだから、人事課長に10月28日に変えたときにね、じゃあ何をもって何を根拠にして変えたんですかと、規定でも文書でもなくて何をもってなんですかというのを聞かせてもらいたいんですよ。じゃあ今ちょっと電話して、電話してもらいましたし、裏方。もうね、もう時間稼ぎしないで確認なんかいらないから。課長そのものが根拠規定が何かわからないっていうことも問題じゃないですか。根拠規定といいますか、その人事課長の責任で、改正をしたということでございます。その際にその決裁を取らなかったことについて、どういうふうに考えるかということについては、今、引き続き確認中というところです。何をどうか。改正しちゃったんだから。何をどうか確認するんだ。それが、規則も何にもなしに勝手に変えたと。そしたら、公民法違反の懲罰案件であると、そういう意味ですか。だからそこを確認してるってことです。何を確認してるんですか。そこのその改正をしたことについてですね、その根拠規定というものについて確認をしている。あすからの理由付けどうですか。あすからの理由付けを考えてください。さっき書きぶりを確認しているとおっしゃったから、その該当部分は分かるわけですよね。先ほどね、書きぶりを、見てるとおっしゃったけども、該当部分は分かるわけですよ。書きぶりとおっしゃってたから、じゃあその、該当部分をまず見せてください。でその解釈について気があるというなら、どういう解釈があるのかっていうのを教えてください。次回も。それすぐ出せるんじゃないですか。その情報をファックスしてもらうだけですよね。もし勝手にやったんだったら、あなたが叱責して、これ何なんだっていう事案でしょう。それを未だに把握してないのはおかしいでしょう。あ、そうです。とにかくですけど、あなた文書管理者を管理する
副総括管理者になりますからね。だから今奥野さん言ってちょっとファックスでもらってください。ちょっと明示ください。すいません、そこのその根拠規定なる根拠規定をですね、確認をしているというところでございますのですが、それを今遅れるのであれば、私ここで説明をさせていただくんですけども、そこを今確認をしているという。紙があるかないかもまだ分からないと思うんですね。否定してるんじゃない。変えちゃったのに根拠規定が今わからない検討中ってありえないですよ。あるかないかどっちかですよね。根拠規定とかそういったところの関係を確認をしている。検証はしません。確認をしている。確認。ないんでしょ。何を確認してるか。何時間かかるんですか。ね。そんな規定なんか一つしかないわけだから。何時間もかかる話じゃないでしょ。ないものを勝手に変えたか、あるものに沿って変えたか、どっちかでしょう。決裁要素の取らずにそこの文章保存表を変えたということについて、今そこの想定について根拠規定なりの確認をしているということです。根拠規定ってあるとしたら何ていうこの間確かないとおっしゃったんですよね。それがいぶり変わっているということは実は根拠規定があることが分かって、今それを調べているということでいいんですよね。いや時間かかるんですよ。役所が根拠規定を探すのに時間かかることなんかありえないんですよ。前例主義だし、日本の役所はそんなもんじゃないでしょう。すぐあるかないかちゃんと言ってくださいよ。確認したんでしょ。はい、まあ、いや、これしますよね、まあ、会長ね、これ異常なことをなわけですよ。根拠規定ありました。何せ、はい、第7条に、何の第7条、これ内閣府本部の、内閣官房の文書管理規則の第7条に、どこだっけな、部局統括文書管理者は当該部局の文書管理者が、保存期間表を定めまたは改定した場合、伝えなく文書管理者に通告するもの、どこだったか、その上だ。文書管理者は別表代表に基づき、保存期間表を定め、これを公表しなければならないって書いてあるんで、定めって書いてあるんで、文書管理者が定められる。そうですよね。ここが根拠規定ですよね。今内閣官房とおっしゃっていましたんですけれども、まあ、文書管理規則はどこも似たようなものなんですか。内閣官房でも多分同じじゃないですか。同じようなものでしょう。内閣府のものについて、確認をする必要があるのかな、確認した上で、この動画を教えていただきました。だからなんか、あなた内閣府の人なんだな。内閣府の文書管理者なんだよ。どうしよう、人だから説明してよ。内閣府の文書管理者検索したら官房から出てくる。今内閣府だと同じでしょ。内閣府の文書管理者、総括副文書管理責任者なんでしょ。内閣府の文書管理規則を説明してくださいよ。我々内閣府の文書管理規則を説明してください。何て書いてあるの。内閣府の文書管理規則第7条に、内閣府出てきた、これ出てきた、内閣府内閣官房どの省一緒ですからね、規則ね。ほぼ一緒です、ほぼ一緒ですから、まあ、各党かぐらいになると変わってくるぐらいで、副総括文書管理者なんだから説明してくださいよ。説明する責任がありますよ、あなた。すいません、その今その文書管理規則をですね、平でこうご説明するっていうのはですね、ちょっと今手元にそのものがないものですから。時間もあったでしょう。それで今日出てきてるんですか。こういう宿題を投げかけられてる。そこは、まずさんの聞きになります。ちょっと違う、まあ、本当にこういうね、確信犯これ、7条に書いてあるじゃないですか。文書の取り扱いにあたってはその責任を明らかにし、
迅速かつ的確に行わなければならない。その下にずっとその文書をどのように扱うかって書いてあって、規則があるじゃないですか。こんなネットで見ればすぐ分かることをあなた頭の中にも入っておられない。第16条に書いてあります。文書管理者は別表第1に基づき保存期間表を定め、これを公表しなければならないと。だこれを保存期間表を定めというのが、これが根拠になるんですよね。文書管理者は保存期間表を定めと書いてあります。根拠規定はだから16条ということですね。16条です。保存期間のところ。そっか、こっちがいろいろ書いてる。原作って。はい、課長、なんか物珍しいもの見るんですけど、でもまずいんですよ。抜粋なんで16条って何なんですか。ね、何検索しましょうか。じゃあ見る。いや、なんでこっち側が教えなきゃいけないの。説明してくださいよ。なんでこっち側が調べて言わなきゃいけないの。じゃあ月表はあさってまでには大丈夫ですね。確認をしておりますのですから、あさって月曜日ですか。はい、お答えできるように準備したいと思います。これ確信犯的なサボタージュとね、もうこれ以上付き合わないで済むようにお願いします、ね、じゃあ2番目お願いします。RFP 使用書契約書につきましては、現在そのセキュリティとの関係につきまして、精査をしているというところでございます。内閣官房も含めて、そういったシステム、内閣官房に含んだシステムでございますので、少し慎重に検討させていただいているというところでございます。それから、ここで規律保守契約ということを提出が求められているところでございます。規律保守契約を確認いたしましたところ、その規律保守契約というその段階で契約をしていることがなくて、契約書をすでに求めをされている契約書の中で、に含まれているというところでございますので、ですから、その今政策中の中の一つのパーツであるということでございます。後ろ来たり、トリナルするだけですよ。この部分の部分提案依頼書は全部精査する必要がないですね。契約に関して言うと、だってうちこれは契約書 そのシステムの中身について書かれているというか、こういう契約でお願いします、お互いのその範囲なもんですから、これ自体は別に何の精査する必要もなく機密保持に関わるものということではないので、使用書とかはまだ分かりますよ、どの部分がどのものというのは。まあそれはあるかもしれませんけども、機密保持契約に関しては精査の対象じゃないと思いますけども。先ほど申し上げましたが、機密保持契約という単体で何か契約を結んでいるわけではないということが確認できます。機密保持契約という単体で契約を結んでいるという考え方自体がおかしいですよね。すいません、機密保持契約の提出をしてくださいというふうにお依頼があったものですから、そういったものは契約書の中に溶け込んでいるというところでございまして、その契約書については今現在そのセキュリティの関係で、この関係で精査をしているところです。じゃあそこの条文を出してくださいよ。秘密保持に関する条文っていうのがあるわけでしょ、契約書の中に。それだけだったら他の使用書の、まあ、出せないような部分とは関係ないいいところなんだから、そこだけ取り出して出してください。第何条だかわからないけれども、それは出せますよね。今この場で即答ができかねますけど、いや、なんでできないの。持ち帰って中で検討させていただきます。いや、検討することじゃないと思いますよ。条文だけだったら示せるはずですよ。契約書ですよ。
契約書はね、出さなきゃいけないんですよ。だって予算の根拠だから。皆さんのね、お金でこのコンピューターも買っておられるんだったらいいですよ。国民のお金なんですよ。じゃあ聞きますけども、これデータは暗号化して保持してますよ。クラウド化してるでしょ。それとも神奈川県みたいにむき出しのデータ取り出せるようになってるとか。すいません、そのサーバーに保管をしていると、まあ、シンクライオット端末で、その端末にはなくて、それをサーバーの方に保管をしていると。でそのサーバーの中で、そのすみません、そのデータ、その暗号なのかどうかというのは、すみません、私今承知しております。いや、もうちょっと恐るべき、それこそもうセキュリティそのものじゃないですか。もう10年も前に私担当だったんで、クラウド化して個人の情報が外に出ないように、機密が出ないようにっていうことで全省庁に号令かけました。もう10年経ってもそこさえ皆さん文書管理責任者で分かってないっていうことですね。恐るべき怠慢だと思いますよ。もう一回教えてください。暗号化して保持してます。大変不勉強で申し訳ございません。サーバーの中でですね、暗号化されているのかどうか、その辺につきましては、私今の方を持っておりませんのですから、大変申し訳ございませんけれども、次回までお仕組みで。いや、あなた、セキュリティ面っていうのをいつもおっしゃるわけですよ。セキュリティに配慮して出せないのは、その基本の木じゃないかと思うんです、暗号化っていうのはね。セキュリティ面に配慮してっていうのは単なるそのお題目であって、僕らに情報を出さない言い訳に使っちゃいけませんよ。次回出してください。復元に関して契約書ではどうなっているのか。復元を役所の側が求めた場合は、業者は復元に協力するものとするというふうになっているかどうか、復元についての情報がどうなっているか教えてくれますか。じゃあそれ特化してみてください。じゃあ、明後日お願いしますね。では3番お願いします。ご分を調査して提出ということでございます。これは何度かお問い掛けいただいておりまして、同じ答えで大変申し訳ないんですけれども、すでにその職員からの聞き取り調査を行い、またルールにのっとって削除したということでございまして、これの調査について今行うことは考えております。いや、だからそういう説明が信用できないから、ずれ出してくださいって言ってる。ロゴも削除したんです。信用できないんですよ。これまではあるっていう、何度もお答えされてるわけじゃないですか。ロゴ削除したわけじゃないですか。できませんね。あるんだ。そこは削除したのかどうかについてもちょっとよく確認をしております。ただ、僕は通常はあるのかなというのは。ですから、この1年未満文書にしたことによって廃棄後に記録すら残ってないわけですよ。招待書名簿本当に破棄かどうかっていう客観的な証拠は何一つ示されてないんですよ。何一つデータだって何のためのやったも示されてなければ、何をデータしたか考えないですし、電子媒体についても記憶の話しかないわけですよ。調査者名簿今のあるんじゃないかと。いや、それは廃棄しました。それは記憶、職員の記憶でしか説明してないわけですよ、皆さんは。ちゃんと記録を出せばいいじゃないですか。なぜ記録が出せないんですか、僕は。だから、破棄したっていう証拠を出してください。はい、破棄したという証拠という意味ではですね、紙については、その、主理的な役割を取られていますとか、管理簿でありますとか、そういった、その、管理簿の方が出していただいていますし、紙については、これ以上の証拠というのは、ないんじゃないかと。また、その、電子データにつきましてもですね、これも可能な限り対応させていただいているという。可能なことはあるじゃないですか。ログが残っているんだから、ログを出すというのは可能なんだけど、可能な限り対応するとは、およそ言えないんですよ。職員のその聞き取りということで、そんだけ抵抗して出さないというと、逆にその聞き取りが本当なのかというふうにみんな不審に思うだけですよ。出せるもの出さないです。簡単なこと、破棄したという書面を出してくださいよ。物証で破棄したという証拠を出してください。
破棄したという証拠の文面というのはおそらくないと思います。違う、じゃあ電子データのログですよね。ログですよ。だからログ出してくれ。そう、電子データのログを出してください。簡単なことじゃないですか。何でも難しくないんです。繰り返しがありますけれども、そこのログの調査をするためにはですね、政府部内だけでは行かれるとできないんだと前回も申し上げましたけど、なんかプリントアウトの役所でですね、これもらえなかった、いやプリントアウトしたらこう出てくる、そういうものではございません。従いまして、それ以上のですね、その聞き取り以上のですね、ことを現時点で行うということは、だったらそれやったらいいじゃないですか。それやってくださいよ。役所だけではできないっていうんだとしても、役所でできると思いますが、やってくださいよ。行政なんだから、国会に対しての説明義務、説明責任として、物証を出してください。証拠を出してください。電子データ削除の証拠を出してくださらない限り、私たちあると思ってます。あるってことでいいですか。電子データについてはすでに削除をしたと。だって削除したという証拠をそっちが出さないんだから、削除したっていう証拠が出てこないんだったらあるんでしょ。ちょっと素人に分かるように、クライアント端末叩いてるんじゃないですか。そこで消去っていう操作するわけですよね。私ここになんか残ってるのかなと。で次に、端末サーバーで、ここもだから消去になる。ここで消去されるわけだから、で消去されるとこれはバックアップデータに行くでしょ。でこの、端末サーバーでね、ここにもなんか残ってるんじゃないかな。で次に、今度は、シンクライアント方式のサーバー、これは最大8週間だから、これはまあ、ただここにもデータが移るわけだから、3つ、この端末と端末サーバーと、バックアップサーバー、3つのキー、特に1番2番、これ ないですか。なんかログとか記録とか、これだったら、今言った業者頼まなくて全部。まずシンプラの、シンプライアントの端末の中にはですね、一切データはないということでございます。端末にはない。端末にはございません。本当にない。はい。何も何もないという感じです。それから、一つ目のサーバーを。一つ目、二つ目、ちょっと、どういう、先生のお認識がどういうふうなのか。端末の PC。で PC で操作するとないでしょ。で次に1つ目のサーバー、サーバーの中にはですね、削除をしたらですね、そこのそのそれをこう復元するのが可能であるというふうに、その技術者さんから聞いている。違う違う、復元の話じゃなくて、 PC を叩いて、PC 叩いて、で PC で叩いたものはこれ全く残らないわけなの。保存されるから、最初に保存されるサーバーで、ここ消しちゃうと次にあるでしょ、バックアップデータになるでしょ。消しちゃうとバックアップっていうことではないと思います。ある時点でのその情報がバックアップの方に、これね、ジャッジが開かないんで、これ内閣府の規則に、監査責任者を置くことと第8条にありますよね。この監査責任者誰ですか。文書の監査責任者富永さんです。誰決めてるって書いてあるよ。あんま見ててもらってもいいですか。本部に監査責任者1名を置く。監査責任者は大臣官房公文書管理室長をもって当てる。ではないです。あなたではないですね。それ今度来てもらって、こんなずさんな文書管理の説明しかできないこと、それについて、あるいは勝手に規約を決裁を行わずに内規の改正をしたこと、もろもろですね、説明をしてもらってください。いいですか。みんな、あなたはその人とはどういう関係になりますか。監査責任者、監査には関わってないわけですね。はい、
あの内閣府の公文書管理課と申しますのは内閣府の中にありますけれども、政府全体のルールを見るだといわゆる、まあ、制度版上に立つかですね、うん、あの内閣府の一府省としてその中に、内閣府そのものをね、はい、つまりあなたは政府全体 の、 あの文書管理のルールを、はい、統括しているわけでしょ、はい、なんで個別に誰がなんか、だから電子データも、はい、じゃあ聞きますけども電子データも今みたいにログを示さずに勝手に廃棄していいですか、いつ廃棄した、なぜ廃棄した、どのように廃棄したって示さなきゃいけないんでしょ、これはあの公文書管理法上そのログっていうものが保存しなきゃいけないとか、そういうふうに公文書管理法上はないので、何上になってますか、そこはあの個別 の、まあ、あの説明、あの私もそれ以外の制度を全て熟知しているわけではないですか、いやいや、あなたが統括している政府全体の文書について聞いてるんです、あの公文書管理法上はあの行政文書を作り、それをファイルにして、保存期間を決め、保存期間までどこに移管する、廃棄をするっていうルール手続きですね、廃棄をした日も廃棄の理由も明らかにしないといけないです、あのそれは文書の例えば保存期間によって違いますし、個別にそれはいやいや、あのそれぞれ違うという質問あの答えをされてもそういう規定になってますよね、あの正確に申し上げますと廃棄にあたってはまず例えば、5年保存とか10年保存決まりますと、で、保存期間を決めた後速やかに、保存期間満了後はいかんなの廃棄なんかを決めます。で実際その5年なり10年なり経過したところでいざ廃棄するというのは廃棄協議ということで、内閣府公務管理課に協議をして同意をされたものが廃棄されるとですよ、ね、いうことになります。だからこういうふうに勝手にですよ、規則を作って協議して決めるわけですよ。1年未満とか勝手にやって桜を見る会の、まさにその名簿だけをですよ、総理の名簿だけを勝手に消していいということはできないはず、そうできないルールになってますよ、内閣府の方からあの説明、いただいてます通り、その、まあ、内閣府においては1年未満の文書ということで、保存期間等にあらかじめ変えておったということなので、あらかじめじゃなくてこれ用に変えたんですよ、4月に。そして桜を見る会っていうのがあんまりキラキラするから10月の28日にあの表を変えたんです。そんなむちゃくちゃなことをやったら文書があの文書に対する信頼が失われるんで、今度あのぜひ監査役も連れてきてください。ちょっといいですか、医療件について、あの今副主者はあの私が出ない時にそのお答えあったかもしれないんですけれども、今5年とか10年過ぎたらその廃棄するルールが決まったんですということなんですけど、今回1年未満ですよね。で1年未満の場合には、まあ、いわゆる364日間あるわけじゃないですか。でいつその1年未満の時にいつ廃棄するかっていう内規があるのかどうか、でそれと同時にもし、なければいつでも廃棄できるのかどうか、あの1年未満だから本当に翌日も廃棄できるっていう形になってるのかどうか、このあたりっていうのはどういう決め方をしているんでしょうか。あの1年未満というふうに文書管理者の判断では、あのそのタイミングというのを明確に決めているわけでございますの で、 で、その業務が終了後に回答している場合が多いと思います。じゃあ、なんかそこで許可を得たいからそれはございません。このログについてはね、考えてもう全く自分らで、管理して操ることができないのか、それについてはあのもうちょっと明確にですね、あの答えてください。それで4番お願いします。これは4月22日にシュレッダーをお見返したメールかどうかのあれですけど、とにかくシュレッダーの依頼をした、要するに会計課に依頼をした担当者と、それから電子データを発揮した担当者は同一人物かというのが前段のご質問かと思います。これにつきましては同一人物ではございません。電子データを発揮した担当者がまさに依頼をするね、シュレーターの依頼をした担当者に指示をしたということで、ここは別の人物になります。
技術の共有。だから紙媒体と電子媒体を担当する人ってのはどういう人ですか？若干の分かりにくいご説明して申し訳ございません。あの紙も、電子も、まあ、同じその係でやっております。で、それは一人じゃなくて2、3人また何か出てきますけれども、この、あの6の学校に出てきますけれども、要するにその係のその、まあ、担当の上司の人間がその部下のものに対して、シュレッダーの入力をしておいてねというふうな依頼を依頼といいますか指示をしたということでございます。で、その指示をした人間が電子データを削除した。その上司がね、上司が電子データを削除したし、その部下に紙媒体のシュレッダーをかけようと言ったと。その上司の感触ね、そんな、そういうの担当ベースでも課長とかそういうものではございません。連絡としてはね、単に要請を受けてね、まあ、要請を出したと思う。じゃあ、それでその次。すいません、電子レーダーの破棄が連携語になった理由は、4の後段。あ、よろしいですか。まあ、これにつきましてはですね、そのまあ、紙のシュレーダーをですね、5月9日というふうに予約が取れたということでございまして、まあ、それそのころに、電子データについても同じぐらいのころに、破棄しようというふうに考えたというところでございます。それね、だからね、これ改めてですけど、さっきまでね、1年未満と言いながらね、この招待書名簿について遅滞なく速やかに廃棄する目的なんですよ。これは会の終了をもって目的を止まったということと、大量の個人情報を適切に保管しなければならないという、そういったその理由からですね、遅滞なく廃棄をするというふうな取り扱いをしていきたい。遅滞なくってことは、あれでしょ、可及的速やかにということでしょ。まあ、もう確認的速やかにといいますか、あの会の目的が終了して、その個人情報、大量の個人情報を適切に管理しなければならないということで、伝えないということでございまして、でございます。22日にね、シュレッダーの予約を取ると。ということは、すなわちね、今言った、もうこの紙媒体の名簿は、不要になったわけです、ね。今の目的に合致して、1日前に捨てようとなった状況ですよ。紙媒体、電子媒体も同じ状況じゃないですか。にもかかわらず、電子媒体は22日にすぐに消去できるわけですよ。なんでその後2週間も取っとかなきゃいけなかったんですか？取っとかなきゃなぜいけなかったのかっていうことにつきましてはですね、そんなに理由はないと思います。その紙のを5月の中に予約が取れた。それに合わせて大体近い頃に電子データについても消去しようというふうに考えたということでございます。ちょっと気持ちが合わないですよね。とにかくね、理屈も合わない。もうなんかもうちょっとも捨てろって言って、捨てました捨てましたって言ってて、今度はあれ思ったよりあれじゃないかと、時間空いてるじゃないかというと、それにちょっと取っての理由がないと。あと言ってないかもしれないけど、遅滞なく破棄っていうことをずっとおっしゃられますけど、遅滞なく破棄するものっていうことをなんか明文化したものがあるんですか？日にちとかっていう意味では、先ほどの報酬の出方が、ご答弁した通りでございますけれども、その遅滞なく廃棄するこの名簿について、あるいは推薦以外の文書や6税の書いた文書全部そうですけれども、遅滞なく破棄するというルールにしているというね、ルール通りと予定通りとおっしゃるんですが、遅滞なく破棄というルールが明確なものはあるんですかということをお伺いしております。はい、それは人事課のですね、保存期間表、そこで発送に関する文書ということで1年未満ということになっておりますので、その中に、そういった文書というのは読んでいると思います。じゃあ遅滞なく破棄という文言はどこにもないということでよろしいですか？もう期待なく破棄という、その何かこう規則上を決めているものはございません。その1年未満という中で期待なく破棄をしているというところでございます。
ちょっとね、一つだけ聞きたいんですけど、個人情報、個人情報ということをずっとおっしゃるんですけれども、例えば叙勲受章者は、全員、名前も、それから住所、まあ、ダバンとかそういうのはないですけれども、肩書き、全部公表してますよね。新聞等でも載ってますよね。これも個人情報ですよね。で、これ、桜見る会っていうのは、本当は、社会的に貢献した人、行動のあった人でしょ。叙勲者も当然含まれるわけだ。どう違うんですか。その叙勲とのどう違うのか、叙勲の方でどういう取り扱いをしているのかと、どうして名前を公表しているのかということにつきまして、ちょっと私今いや、そういうこと聞いてるんじゃなくて、同じじゃないかって言ってるんですよ。こちらの方だけその個人情報保護を理由に名簿をすぐ廃棄していながら、一方では叙勲者は全部名前も出て世間の人みんなわかるわけですよ。この違いは何なんだって言ってるんですよ。おかしいでしょ。すみません、叙勲について、どういう考え方で、公表されているのかということについて私今持ち合わせているものがございません。で、それとその合わせるべきではないかとかですね、そこにつきましてはそっちの方のどういう考え方でやっているのかと。合わせるべきって言ってんじゃないつまり公表者が名誉なことだから公表されていいんですよ。名誉なことなんだから全然大丈夫なんですよ。それをあっという間にというか請求があれば消去しなくちゃいけないっていうのはやばいからでしょ、やましいからでしょ。しかも内閣府だけなんでこんなに1年未満ってやったんですか。今年だけ検証するために必要でなんか1年以上でしょ。ガイドラインに反してますよ。内閣府だけ他の役所と違って、しかも今年だけ1年未満と突然やって廃棄する、やばいからでしょ。政治枠だけだもんね。やばいからでしょ。政治枠だけだって公表者だったら叙勲は全部公表されてますよ。岸信介さんの時だって全部公表されてるじゃないですか。誰も隠し立てしてないですよ。なんで今回だけ個人情報とか言って名誉なことだから公表し別にいいんですよ。招かれるのはところがやばいからでしょ。削除したって名誉なことだから公金も使われてるわけでしょ。まあ、そういうことなんです。まあ、いずれにせよ、通りなことが、まあ、ちょっと答えられないと思うんですけど、これ5番まで規模なんだけども、多分答えられないんで、6番お願いします。6番につきましては、招待者名簿の作成業務を行っていた職員は何名かということで、これは3人で行っており、3名でございます。で、1人1台パソコンが支給されておりますのですから、これは3台、ネットについては3台ということでございます。それから、カッコ特産とカッコ4でございますけれども、招待状の発送につきましては、読み立てはしておりません。事業者さんからその封入された封筒を持ってですね、自分たちで郵便局に持っていくということなので、発送については委託をしておりませんので、カッコさんの確認については、そういったことでございます。それから、カッコ5につきましては、その、具体的な基準というのは、ちょっとすみません、どこまで、記載すればいいのかというのは、ちょっとよくわからなかったということと、あと、その、第5回の会合でですね、推進本部の方に、流れという、紙を提出させていただいたんですけれども、それでちょっと足りてないのかどうかってちょっとよくわからない。足りてないし、足りてないんだけど、で4番でだから封入業者なんですか。医者でしょ。封入でございます。それは医者でございます。それは発注表も出てますか。発注表とか入札表、それは入札表といいますか、契約とか使用書というのは